ピアノ競争曲第3番編歩調調遺作はフランツリストが作曲したピアノ競争曲。この曲は先の2つのピアノ競争曲よりも早い時期に作曲されたと考えられており、1839年の作という可能性が挙げられるが、1847年にようやく完成したという説もありはっきりしない。彼のピアノ競争曲第2番と同様に、 単一学章で書かれている。この曲は1989年にシカゴ大学の博士大学院生だった J. ローゼンブラッドが多くの楽譜を整理して同定するまでほとんど忘れられていた。楽譜の断片はバイマル、ニュルンベルク、レニングラードなどに散り散りになっており全く知られていない状態だった。それらは同じく変補調調で書かれた。 ピアノ競奏曲第一番の初期の奏功だと考えられていたのである。リストは書簡などで一切この曲について触れておらず、その存在は研究者に知られないままとなっていた。リストが他界した時、彼の家の家政婦が弟子たちが家の中に立ち入って原稿を片身として持ち出すことを許可した。それらは必ずしも一曲丸ごとというわけではなかった。ニュルンベルクの奏功は、 ゾンデルスハウゼンのカッペルマイスターだった時にリストと交際するようになったマックス・エルトマンス・デルファーのものだった。彼は1882年にモスクワでカッペルマイスターとなっている。彼が全曲の楽譜を持ち出していたが、何らかの事情で死後その一部がレニングラード図書館で発見されたという可能性も考えられる。この曲の初演は1990年。 ジャニーナ・フィアルコフスカとシカゴ交響楽団によって行われた。フィアルコフスカのほか、ジェローム・ローエンタール、ルイ・ロルティ、イエネ・アンドー、レスリー・ハワードなどが録音を行っているが、この曲の知名度は依然低く、一般的なレパートリーとはなり得ていない。約14分単一学章構成である。ここでは、ハイペリオンレコードの分類に従い、5つの部分に分けて記す。中、 ドイツ、チューリンゲン州の町、エアフルトから5 0トル北にある。役中、1951年生まれ、カナダのピアニスト。ルトスワフスキーやパヌフニクなど現代ポーランドの作曲家を得意とする。役中、1932年生まれ、アメリカのピアニスト。リスト、チャイコフスキー、バルトークなどのスペシャリストと目されている。 AB ウィル・クラチフィールド、ニュー、ディストコンセルト・ディスカバード。ニューヨーク・タイムズ、http。コロンスラッシュ、スラッシュクエリー。nytims e。com。スラッシュ gst。スラッシュ f u l p a g e html。レスイコール。九百五十 d。と、千三十九回。九十三 ba。二万五千七百五十二 c。零 a。九十六回。九十四万八千二百六十。 セックイコール&、スポーンイコール&、ページワンテッドイコール12012年10月14日、閲覧。ABR ランコズニン、レビュー、ミュージックリーディスカバード、リストワークインプレミア。ニューヨークタイムズ、httpwww.neetimes.com、1990、レイゴ、レイゴ、アーツ、レビューミュージックリーディスカバードリストワークインプレミアニューヨークタイムズ h t t p w w w n e e t i m e s c o m 1 9 9 0レイゴレイアーツレビューミュージックリーディスカバードリストワークイン プルミエール、HTML SR、SRC イコール PM2012 年10月14日、閲覧。ジャニーナ・フィアルコフスカ・バイオグラフィー。2013年6月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年10月14日、閲覧。ジョン・ヘンケン、ミュージック・リベス、ローエンタール・プレイズ・ニューリー・ディスカバード・リスト・コンセルト。 ロサンゼルスタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュアーティクルズ .latimes.com スラッシュ1990-08-07スラッシュエンターテインメントスラッシュ CA-571 リストコンチェルト2012年10月14日閲覧 ABC コンチェルトイン E フラット S125A をパスポスチュマス 2013年1月3日閲覧、ありがとうございます。